はい、できるだけ分かりやすくというか、これちょっと公開していますので、あまりこう先方というか大沢側に変に悪事をつけることをできるだけ避けるために、ちょっとできるだけ発信は考えながらしていますけども、まず先週金曜日の、夕方4時ぐらいに入ってきた法務局が、大津彩香さんから斉藤健一郎さんに代表者を変えてくれという申請書をですね、却下するということについて非常に衝撃を受けて、私も衝撃を受けまして、これなんか陰謀なんじゃないかとか嫌がらせされてるんじゃないかということで、ただその時にはそこの衝撃で、それについてどうのこうのっていうのを吟味するよりも、何よりも登記簿が開いてしまって、その口座のお金を大沢が手をつけるっていうことになると、債権者の皆さんにご迷惑をおかけするということで、もう金曜日に、早速動いたのがこの債権、あの預金金の保護というか、りそな銀行の今9000万ほど残ってるお金を保護するということに動きました。で、それは月曜日の朝ですね、具体的に村上弁護士とともに動いてきましたので、ちょっと一段落をしまして、でその金曜日のことについて、対策を昨日、金曜日というか法務局について対策を考えるために、僕自身がちょっと裁判資料を作って、でいろんな弁護士さんに、見ていただくというですね、僕が作ると皆さんアドバイスしやすいと思って、そのためにかなり見ました、分析をしました。で結論としたら法務局は一切悪くなかったです。法にのっとってましたね。僕が法務局のそれぐらい、おかしくないという、要は法律の方がどちらかというとちょっと無謀な規定になっているかなというのは、何がポイントかというと、辞任する場合と解任ですね、いわゆる自分で辞めるのとクビになる人を一緒に書かれてるんですよ。普通のいわゆる会社法っていうのは、もう社長がうざいからその仕事できないので、株主総会というのを開いて、会社法に基づいて総会を開いて、辞めない人からの印鑑なんか取れないので、その株主総会の議事録をつければ印鑑なんかいらないんですよね。この、正確に言うと、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律っていう、ここの7条の2項の括弧書きに、大津さんが辞めて斉藤君にする場合は、辞任解任問わず2人の記名押印を持ってこいって書いてあるんですよ。極端、そんな言い方書き方じゃないですよ。でもどう見てもそうなんですよ。とすると大津さんは、私辞めたくないって言ってるのに、そんなもん押せるわけないやんみたいな状態なんですけど、それは法律がそう書いてるので、法律が望んでいる書類じゃないので、普通だったら5月10日の総会の解任の書類がそれに代替できるんだけど、法務局は杓子定規に、法律で定められている書式じゃないから、書類が揃っていないので斉藤君には書き換えませんよっていう判断をしているっていうことなので、ただそうすると矛盾があって、はい、その以前の3月のと、はい、そうです、はい、国民審査で、そうなってくると、じゃあ3月の8日の立花から大津さんに移した時もそんな用紙書いてませんと。で過去にも、11年前、民主党政権の末期、2012年に国民民主党の亀井静香さんがクーデターを起こされて、当時の亀井静香さん、まさに僕と同じような感じで商業者で代表なのに、残りの8人中の6人に裏切られて、お嬢様、亜希子さん、亀井亜希子さんと2人で追い出されたんですね。でその時なんかも、その書類がおそらく解任なのでないと思うんですけど、いずれにしても法務局はそこを使われるとどう回答するのかなということで、先ほど法務局に電話をしてですね、
3月8日僕は確かに辞任はすると言ったけども、大津さんにしますよなんて書類には署名夏にしてないのでっていうところを確認をしています。あと本さんも、はい、でこれで、何をしようとしているかっていうと、前回、まあ、あれいつだったかな、5月の30日に仮処分の決定書を受け取って、これ完全に大津さんが負けて我々が勝っていると。ただ、その書類は法務局の審査を止めるのを動かすだけのものなので、まあ、動かしたら法務局がちょっと、まあ、変なことって、まあ、法務局が変というのが怒られるけど、法務局が、まあ、法律上ちょっと不備があるので再得に帰れませんとこう来たんですね。でその結構政党内で自律的に、決めた代表者と、まあ、登記上の代表者が違う場合にはその是正を求める裁判が起こせるというふうに明確に書いてあります。まあ、裁判っていうか司法審査が及ぶと、まあ、つまりみんなで先月決めた斉藤君の名前が登記簿に載っていない以上はそれは司法審査の対象になりますよと。でじゃあ司法審査の対象、つまり裁判になって何を求めるかっていうと、まあ、大津さんに対して斉藤君を代表にすることを承諾せよ、で大津さんは辞めるという署名に記入捺印しろっていう判決文を裁判所に求めるっていうことをやっていきます、はい、って感じですよね、はい。